はい、こんにちは。今回もね、こちらですね、レンジャーダンサーって言うとね、ハイパーレンジャーとかね、なんかそういうのがトミカのことのなんとかね、あるんでしょうね。で、そのハイパーレンジャーとかね、これが出てまいりますね。はい、これがハイパーレンジャーの、ものになりますね。で、これはトミカハイパーグリーンレンジャーで活躍する大型8人操作ビークルですね。で、それがレンジャーダンサーだ。で、世界に眠るという未知のエネルギー、ハイパーエナジーを感知する、特殊戦車を設置。ね。なんだっしょや、ね、チャカチャカみたいなね。ハイパーエナジーとは一体何でしょうか。私でもちょっとわからないんですけど、まあそのわからないものを感知する特殊センターを設置して、センサーを設置して。で、そしてどんな車も走破することができる、8人のフードとタイヤや、まあ、過酷な環境にも耐えられる硬い特攻というんですかね、を支えている、まあ、そういうね、お車なんですよ。なかなかね、なかなか、見かけることないですからね、こういうお車はね。でも、まあ、なかなか見かけることじゃないというか、見かけねえよみたいなね、ツッコミがありましたけどね。うまくこう私の場合こう気持ちを伝えるのが本当下手くそなもんでございましてね、時々わけでわかんないことですけど、ね、皆さんですけど、まあなんていうんですかね、こういう多分このなんかね、なんだろう、クレーンみたいなさ、ね、ショベルみたいなさ、こういうので上についてるんですね。これでおそらくは岩だとかそういうものを砕いて進むんでしょうね。で、ここにエイジって書いてあるから、まあ、ここでヘリが置くこともできるっていうね、そういう優れた、ものなんでしょうね。まあ、何しろこれ、トミカの世界で活躍するものらしくて、まあ、だいたい今、トミカのね、アニメなんかも小学生が見られるようなね、見て楽しめるようなアニメなんかもね、最近作るようになりましたけども、ちょっと前まではね、まあ、なんて言うんだろう、保育園児向けっていうか、まあそういう向けのアニメなんかもあったから、もう保育園児向けのアニメとなるとちょっと、私だとちょっとね、もう分かりかねないかなっていうところは正直ありますけども、まあそういうアニメの世界で活躍する、まあ車らしいですね。で、ここにこのなんていうの、このさ、ほら、ビーンって切るやつね、木とか切り倒す、ノコギリみたいです。これが回転して、壊れた建物の、まあ、コンクリートとかそういったものを破壊すると。で、そして中に逃げ遅れた人とか、まあ、建物の下敷きになった人たちを救うということでね、ある意味こういう車って完全に架空車とも言えないんですよね。なぜかっていったら、災害時にね、こういう車が出てきて、で、そして、救助活動を行うっていうね、そういうこともありますから、まあ全くこういう車が架空なのかっていうと、そういうわけでもないと、ね、そういう点から考えると、これもまたね、素晴らしいお車かなというふうに思います。というわけで、どうもありがとうございました。